はい、どうも、一般人です。今日もね、コロナの話題についていきたいと思います。最近ね、お酒がね、コロナ禍っていうことで、なかなかね、提供ができないとか、やっぱりね、言って結構ね、やっぱお酒を提供してるところはね、苦戦が続いてるようです。で、まあ一応ね、路上飲みとかもちょっとね、問題になってるわけなんですが、今回はね、なぜお酒がダメなのか、ちょっとね、考察していきたいと思います。まあ多分ね、酒を飲んで、普通はマスクしてるじゃないですか。ちゃんとね、マスクして言います。まあ普通こうやってね、普通に喋るときとかも、小声で、まあちょっとね、咳とかするときも、マスクをした状態でありますね。で、これでね、まあお酒ちょこちょこ飲んでマスクしてみたいな感じで、まあやりますね。まあ、ちょっとしたぐらいのほろ酔いぐらいだったらまだいいと思うんですよ。ただね、これね、酒飲んでるうちに、どんどんね、飲みすぎちゃった時が問題だね。飲みすぎちゃって、自制心がなくなっちゃうじゃないですか。こう。あまりいっぱい飲んでしまうと心がね、こう大きくなっちゃうんですよね。解放された気分でね。もうそうするとね、このね、マスクをね、外しちゃうんですよね。もう外すかこう顎にして、外してしまってこう大声で喋っちゃう。そうするとね、飛沫が飛んでどうしてもコロナ感染がね、広がってしまうっていうことになります。前はね、まあ、今も飲酒運転とかはダメじゃないですか。今ね、あれもダメだと思うんだよね。飲酒電車、飲酒乗車、バスとか電車の中に乗って、まあ酔っ払った状態で乗ってしまって、マスクなしでね、こう、まあ会話したり叫んでしまったり、もうやってらんねえよみたいな感じでね、飛沫がいっぱい飛んだら、その電車に乗ってる人ね、みんながマスクしててもね、これ出す方向は防げるけど、入ってくる方向はね、ほぼ防げないっていうことがね、なってるみたいなんですね。もう、こうバーってやったやつがマイクロ飛沫になったやつは、もう吸い込むのはね、普通に吸い込む。まあ、花粉症とかの人もわかるんだけど、結構ね、マスクしててもこの辺りとか、この辺りとか、この辺りとか、結構隙間がね、空いてるんで、普通にね、花粉症になってる人はわかるけど、これでゴーグルしてても結構入ってきます。で、まあ、目のかゆみとかはね、まあ、少しは軽減されっけど、花粉ですら入ってくるから、コロナのウイルスはね、もう余裕で通過してきちゃうわけなんですよね。そうするとね、電車とかバスの中で酔っ払った人が1人入ってきたら、もうその車両はみんなね、感染してしまう可能性が出てくるんで。それでね、今、飲酒を抑えようということでね、飲酒制限が出てるわけなんですが、なんでね、もう飲酒するときは、やっぱり家に帰ってきて、もう寝る直前ぐらいだね、誰にも会わないっていう状態になってから、初めて一杯ね、ビールなりなんなりをこう、ごくっと飲んで、ちょっと一人でこう、ほろ酔いみたいな感じになって寝るのがね、いいんじゃないかと思います。皆さんもね、コロナ禍が終わるまではちょっとね、飲酒の方を我慢していきましょう。外での飲酒だね、特に。絶対ね、酔っ払ったらまずマスクなんかこう外しちゃうからね。酔っ払ってもね、マスクしてるっていうのはね、結構よほどの成人じゃないと、成人って聖なる人の成人ね、じゃないとね、できないと思うんで、ちょっとね、コロナとお酒のね、関係は結構でかいかもしれない。待てましょう。バイバイ。